道島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、立花の決死の覚悟が道島組の一瞬の隙をついた。やがて殻の一つぼをめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって道島組に対抗しうる唯一の手段だった。Alright, Chapter 13, Crime and Punishment. Welcome back, guys. こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら、喜べよ。知りたかったんだろ？立花不動産、桐生一馬。So who are we going to be playing as? どうも落ち着かねえな。ん？前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う。似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが。神室町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの四五人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけね。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでた奴が今小福町にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんで。寄るとこ？この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくれ。渋沢組と近江連合の動きも少しはわかるかもな。そうか。お前にはビデオ屋でセラって男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくれ。セラってのも立花不動産のもんか？いや、東条会の人間だ。日教連って組織のな。日教連、聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか？そういうこと。じゃ、また後でな。
Sarah's supposed to call us at Cal Videos. I should go check it out. Just gotta figure out how to get there. And I'll try and stop by a store, I guess. No, I got plenty of stuff. Of course, I'm heading the wrong way. We'll probably end up fighting someone before we get there. We're on, what, chapter 13? I think there's only like 16 or 18 chapters or something like that. So, not too far to go until we finish this game. Videos. This is the place. Time to head inside. いらっしゃいませ。ん？初めてのお客さん。うちは A 門揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあ、ベータか VHS かだけは気をつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや。そんじゃ、あんたが桐生さん。ああ。ほな、ちょっと待ってな。奥に部屋あるから。ん？特別なお客にはここ中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレン隊やっとった。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田の反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄の差や。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の2世やで。
中国残留孤児。立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐ、まだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって、旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて、年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん、日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やったけど、その土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で、立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに、立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田。よう、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれ、ほんま？ほな、ごめんな。ごゆっくり。あいつ、話長かったろ。ああ。あんたらの話を聞かされてた。もしかして、俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。ふん。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。Never would have thought he'd offer to wait by the phone. Not that I'm complaining about a little free time. May as well enjoy a taste of Osaka until the call comes in. Okay, so, Still no call from Sarah. May as well walk around the city a bit in the meantime.Alright, they're gonna want me to do a sub story. Yeah, I don't wanna have to fight anyone and use those health supplies. I'll go ahead and save it here and end the video here. Thanks for watching and, Hopefully something will happen in the next video. See you then, guys.